さあ始まりました新快速 VS 普通の直接対決。唐突に始めないでください。現在乗っているのは新快速のはずですが、普通電車にぐんぐん抜かされていきます。多分前詰まってるだけやけどな。さあ普通列車は新大阪駅に入線している。新快速も負けじと踏ん張っています。ここで新快速も新大阪駅に入線。おっと普通列車の最後尾が見えてしまったー。定位置的にこっちが後ろに止まるからだけどね。普通電車のドアが開いたー。新快速もドアが開きました。新快速ドアが閉まったー。遅れて普通電車もドアを閉めたー。新快速動き始めました。普通電車はまだ確認が終わってないようです。ここで普通電車も動き始めました。ここで新快速加速をやめてしまったー。新大阪発車直後には60キロ制限があります。普通電車は制限がないので加速していく。普通電車も加速をやめましたと思いきや減速。なんと隣駅の東淀川駅に着いてしまったー。新快速は相変わらず低速で普通列車を抜かしていく。新快速が初めて普通列車を抜かしたー。新快速の勝ちだー。ご視聴ありがとうございました。ございました。ぜひチャンネル登録お願いします。